はいどうも、忍者になったんヨーロッパ忍者修行フィンランドに来ています。朝ごはんにフィンランドのパイとホイップクリームとヨーグルトを使ったデザートをいただきました。今日も天気が良くて風がなくて寒くないので忍者はニコニコです。バスに乗り PCR 検査会場へ向かいます。こちらの建物で PCR 検査料100ユーロを支払い、そしてこの小さい建物に詰め込まれ鼻を5秒間ほじくられました。生のパックユー、電車の通路の路面店、家みたいになってる。電車に乗りヘルシンキ中央駅へ向かいます。まだまだ折り紙があるので電車でも手裏剣を折ります。この日の気温10度以上は当たり前。携帯の充電をするためヘルシンキ図書館に行き、ひたすら手裏剣を折り続けました。そして約2時間、購入した折り紙全部を使い59個の手裏剣を作りました。ヨーロッパ最後の忍者修行、オリジナル折り紙手裏剣配りスタート。早速びっくりするぐらいおしゃべりなアフリカ人とアイルランド人に絡まれました。2人ともおしゃべりすぎて同時に話すので何を言ってるかほとんど分かりませんでした。おしゃべりなアイルランド人は、俺は日本が好きでいつか日本に行くから連絡すると言って、別れ際にシェイシェイと中国語を話してました。男性に手裏剣の使い方を聞かれ、人に投げて遊ぶと伝えると、通りすがりの知らない人に投げてめちゃくちゃ嫌な顔されてました。これは忍者が悪いんでしょうか。若いパンクバンドやってそうなグループに手裏剣を渡すと、インスタグラムですぐにフォローしてくれました。折り紙手裏剣のプロモーション効果に日本帰国3日前に気づきました。これは手裏剣知らない人あるあるなんやけど、あげた手裏剣を目の前で解体されます。多分中に何か入ってると思って開けてしまうんやと思います。そしてみんな折り紙手裏剣の折り方を知らないので戻すことができません。手裏剣をあげた女性が直してほしいと戻ってきました。もう壊さないでねと言って戻してあげました。手裏剣を渡したカップルの男性の日本語がうますぎたので、日本人ですかと聞くと、フィンランドと日本人のハーフでした。フィンランド生まれで日本語も話せるそうです。フィンランドに来て日本語が話せる人に会ったの2人目。実はフィンランドには日本人がいっぱい住んでて、花見したり待ち合わせ時間を守ったり日本人に似ているところがあります。だから忍者を見ただけで日本人やと分かって日本語を話してくれるんやと思います。手裏剣にインスタアカウント名を書いたオリジナル折り紙手裏剣59個、約1時間で配り切りました。最後のインスタライブ応援ほんまにありがとうございました。バスに乗りホストのお家でインスタパーティー、朝食べたやつとサーモンとほうれん草のパイ、海苔とクリームチーズのクラッカーとポッキーと芸者という名のチョコを使った芸者ケーキ。初めてのイースターパーティーは部屋がずっと暗かった。おかげさまで靴下の穴がこんなに大きくなりました。ホストがフィンランドのお土産買ってくれました。イースターのチョコもある、嬉しい。